舞台を開けるぞ。必ず神タナトスを抑える。エニュを名乗る黒幕もいる可能性が高い。不審な者は一人たりとも逃がすな。はい。レフィア、お主は周囲の警戒に当たれ。赤髪のクリーチャーは合図たちが引きつけておるが、仮面のクリーチャーがまだ姿を現していない。リベリアと同じ魔法を使えるお主が適任じゃ。予備のオクルスも渡しておく。何かあったらすぐに知らせろ。わかりました。よし行け。ロキ、お主たちはわしと一緒に来い。今、あちらの通路の奥で何かが。行くぞ、フィルビス。はい、ディオニュソス様。行っちゃったか、バルカちゃん。ロキファミリア以外は全部おまけだと思ってたけど、ディオーニュソス、そしてヘルメスのところにまんまとやられたな。もうここには誰もいない。みんな出払った。俺を逃がすために戦ってくれてるけど、10年20年なんて神々にはあっという間だけど、もう一回やれって言われたら勘弁なんだよね。時間はあっという間だけど手間はかかるんだよ。面倒なんだここまでやるのは。本当にね。だからエインちゃん、ロキファミリアにやられた俺の子たちは完敗。もうあとはない。だからデミスピリット出しちゃって。断る。断る。精霊たちには役割がある。配置から動かすわけにはいかない。本気？状況を見てよ。もうお歌をのんきに歌ってる段階じゃないでしょ。エニオの真意に背くことになる。エニオの人形って言っても限度があるでしょ。秘密兵器が秘密のまま日の目を見なかったら喜劇どころじゃないよ。エニオを裸のキングにするつもり？道化は貴様だ。いや、貴様も道化だ。エニオからのことづてだ。ここまでだ。協力に感謝する。な、に？オラリオ崩壊のシナリオは私が遂げよう。冥界に至る道は私が開いてやる。Is he gonna kill Thanatos? そのために逃げとなれ、死の神。すべてはエニオの意志のままに。
やめてよ、やめてよね。それってさ、何でも分かってるつもりでいる神々がどうしても我慢ならない恥辱ってやつじゃない。どうしがたい利用だなんてさ、本当にやめてよ。善良な俺をはめるなんて、遠慮の野郎め。自分がタナトスやな。Yes, Loki.追い詰めたで、タナトス。ああ、追い詰められたよ、ロキ。舞台の再編、急げ。まだ鍵が必要な区画が存在する。手持ちのアイテム、および物資が尽きたものは一度補給に戻れ。アキたちが確保している退路から、ヘルメスファミリアが補給路を伸ばしている。はい！急げ急げ！おい、そっちじゃない！魔導士を連れて行って！そちらの状況は？18階層側も問題ない。モンスターの捕獲区も発見した。主なプラントと合わせて処分済み。今は13層まで到達した。訳あってこちらの部隊は二分させてもらったが、すでに近辺は完全に制圧している。愛暫定および伏兵の影はない。下部階層への退路も立ったと見ていいだろう。どうする？このまま私たちだけでもレミスピリットの所在を確認しておくか。ああ、頼む。すまない、通信を切る。何かあったら連絡をくれ。フィン団長、ご迷惑をおかけしました。もう動けます。アミット、君たちディアンケヒトファミリアはクノッソスから脱出しろ。ダンジョンの外へ撤退するんだ。しかし、もうあれほどのカースに出くわすことはないだろう。各部隊が持つ飛躍で対処できる。それにリーネもいるしね。わかりました。今の私では足を引っ張りかねない。最後まで同伴できず申し訳ありません。君はよくやってくれたよ。本当に。お世辞なんか抜きでね。ここから敵の犯行はあれとお思いですか？真っ当な手段で形勢を覆すことはできないだろう。あるとすれば、それはデミスピリットを解き放ち、暴走させること。けれど、それをさせれば、ほぼ僕たちの勝ちだ。一度撤退し、戦備を整えた第二進行で決着をつける。そう、そのはずなんだ。この段階になってもまだ敵が動かない。どういうことだ？ロキとガレスたちがすでに神タナトスを抑えに行った。このままではイビリスは壊滅する。ならば仲間割れ？地下勢力クリーチャーたちがイビリスを裏切った。だが切り捨てる意味がない。ミスミス戦力を失う真似だ。全てが噛み合わない。全てが後手。全てが愚策。敵は一体何を考えている？何より親指が。アミット、戦線を下げる。負傷者をまとめて退路付近まで連れて行ってくれ。戦線はよろしいのですか？包囲網は解かない。敵を逃がさないよう維持だ。
敵の視界捜索に当たっているガレスたちの部隊はさすがに下げられないが、デミスピリット対策のためにも予防線を張っておく。他のファミリアの者たちにも伝えておいてくれ。かしこまりました。どちらにせよ、ここまで来て兵を退けることはありえない。詰め切るしかない。こうして会うんは初めてやな。ああ、そうなるね。展開では縁はなかったし、俺は魂を管理するために日陰にこもりっぱなしだったから。じゃあ出会っていきなり言うんもなんやけど、終わりや、タナトス。ああ、ゲームオーバーだ、ロキ。まっさり認めよった。罠があるわけでもない。あっけなさすぎる。エニュオを名乗っとったんは自分か？ No, he wasn't.レフィアちゃんに聞いてないのかい？俺はエニオなんかじゃないよ。姿も見せない、声も聞いたことがない、いるのかもわからない。本当に神なのかも疑うし、そんなやつじゃない。どころかそんな得体の知れない奴にいいように利用されたのが俺だよ。なんやと？ああ、はめられたよ。完璧にはめられた。俺の前に姿を現さないのも、何のゲームをやっているのかと思ってたけど、気取られないためと。そりゃそうだ。一度も姿を現さない相手と腹の探り合いなんてできっこない。神の馬鹿試合すら成立していないんだから。成立してへんやと？いや、はめられたんか。エニューは花からここを砦なんて思っちゃいなかった。あれにとってここは祭壇、モデルは生贄。あ、祭壇、生贄、どこがや、誰や、ここが、うちらが。 Pretty much. ロキ、俺たちはまんまと出し抜かれたみたいだよ。レフィア、おい、レフィア、どうした？聞き取れん。ロキ、ここに来るまであなたは一人だったかい？大切なお仲間はいなかったかい？おい、ディオニソス、今どこにおる？おい、ディオニソス、今どこにおる？分岐していた通路の一つだ。独断行動は誤ろう。しかし許してくれ。私は仇の首を取る。何言うとる？いるんだ、いるぞ。この先に全ての元凶が。私の子を殺めた憎き神が。待て、今は待て、ディオニソス。戻ってこい、今はやばい。なんか起ころうとしてる。自分一人じゃあかん。
問題ない。フィルビスがいる。いるな、フィルビス。はい、ディオニュソス様。待て待て、ディオニュソス、自分今誰と話しとるんや。 That's not Philby's, is it? Because Philby should be with Lafia. うがて、必中の矢、アルクスライ。行け。レフィーア、危ない。ディオテルソス、無事か、レフィーア。 Yeah, there's Philvisa, right?So who's with Dionysus right now? フィルビスが消えた。消滅した。いや、違う。フィルビスなど最初から。はい、ディオニュソス。なんだ、何が、何を、なんで。幻覚、白チューム、バカな。自分は神だ、デウスデアだ。全知霊能の身であっても現実の類にかかるわけがない。下界の異能に遅れを取る道理がない。そう、ありえないのだ。ありえるはずがないのだ。ありえることがありえないのだ。だからありえない、ありえない、ありえない。ディオニュソス、ディオニュソス。はい、はい、はい。何が起きている。ここは誰で、自分はいつで、時はどこで、あなたは何者なのか。 What?世界が逆転し、前後が不覚し、秩序が混沌し、喪失が自分となる。始まるのは喜劇だ、始まるのは悲劇だ。過激、目撃、衝撃、惨劇、狂言だ。演者は私、観客も私、脚本も演出も舞台も全て私、私、私。乾杯を、乾杯を、乾杯を。垂れ流す涙に、口から溢れ出るよだれに、少女の初恋のようにほてる頬に。
わからない。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 これではまるで。私こそが本当の道化。Weren't you always, though? バカな。あれは、まさか。それでは、エニウォーは、すまない、ロキ。Oh, God's return to heaven. What? 神の召喚。誰だ？誰が飛んだ？嘘だ。確かに本当か？まさか。立っていられない。何が起こった？レフィーヤ構えて、敵はまだいる。は、はい。フェルヴィース understands what just happened。 フェルヴィスさん、ディオネシスis gone。 嘘。 At least the stigmaThey all had together. これって、まさか。They're now just regular people.神が飛んだ。ロキか、タナトスか、それとも。ディオニュソスか。まさかディオニュソス様が召喚されて、フィルビスさんたちのステータスが消えた。Yep.すべてはエニオの意志のまま。喜べ同胞、茶番は終わりだ。ダメ、フィルビスさん。くだらない。やめ。くらえ、ビオラス。オーマイガード。I knew that she was setting up some death flags with her talk with Sophia, but oh my god.
There's no way they end it here, right? なんだ、緑の肉、モンスターなのか。どんどん膨れ上がって。飲み込まれて。いやー！いやー！大秘！ベートさん、緑の肉が迫ってきます。外へ出ろ。早くダンジョンへ脱出を。絶対だ、もう急げ。分身どもにお前を養分として吸収させるのは具合が悪い。所詮あの6体も使い捨てだ。死骸でも構わんとは言ったが、枯れ果てたお前ではあいつも満足しないだろう。さっさと逃げろ、アリア。次で終わりにしてやる。アイズ、何をしている？Man, just leaving them to die, huh? Yep. Everyone's gone. And so will you.神の創刊が祭壇のスイッチ。飛ぶのなら誰でもよかったわけだ。スイッチ？神の創刊が？どういうことや？大方、デミスピリットに細工でもしてたんだろう。もう逃げても意味はないよ、ロキ。何が起こってるのかわからなくても。無駄だってことはわかるだろう。ロキ！フィン！気持ち悪い肉が押し寄せてきてる！早く逃げないと帰り道がなくなるわ！
団長来ます。扉を閉じろ。残念だな、ブレイバー。この広間の出口は一箇所だけ、扉が存在しない。武器まで取り込まれる。魔剣も効きません。まずい、このままやと。このままロキが脱落すればオラリオは無事崩壊するだろう。エニオに任せておけば、再び下界は混沌の世に逆戻り、天へと帰る魂は増え、俺の願いも成就する。冗談じゃない。こんな俺にも矜持はあるんだよ、エニオ。やられっぱなしなのは尺なんだ。あとはそうさ、仕返しだ。築き上げてきた悲願がこんなことに利用されたら、バルカちゃんたちが報われないからね。タナトス、自分行けよ、ロッキー。俺からのプレゼントだ。すぐタナトス。神の創刊？天井に、いや、クロッソスに縦穴を開けおった。Escape from the top. 空が見える。脱出や、急げ。ロケ、飛べ飛べ飛べ。急げ！食人か？ガレス、ロキオ！団長、下から！離脱します。 Hooray! She came to the rescue of them! Alright! To once again prove that the Xenos on their side. Nicely done. Tomat.というより、埋まっただな。神タナトスが開けた穴を、こいつが塞いだ。
しかし無事かフィン。礼を言う。いいえ。On that day, the first attack of the Knossos assault operation succeeded and failed. They had succeeded in crushing Evilis. Thanatos had been sent back to heaven, but the cost had been the destruction of Dionysus's familia. The den of demons cleared, but the adventurers had turned into the stronghold of a new devil. As a result of the first assault in Knossos, multiple members of Loki's familia and Hermes' familia were seriously wounded, while more than 80 members of the Dionysus' familia, including their patron deity, were lost. Including my favorite elf. I hate this. Well, one of my favorite elves.子供を死なせてしもた時も、こんな風に眺めとったか。やあ、ロキ、こんな朝早くから奇遇だね。今から世間話でもどうだい？ああ、乗ったるわ。せやから、さっさと本題に入れ。エニオのことについて、あなたの見解を聞きたい。自分が考えとることと大して差はないやろ。見解のための情報なんて限られとる。そりゃそうだ。俺たちは何も知らなすぎる。エニオの手がかりも、動機も、すべて。じゃ、これまで誰がエニオと推理していたか、せーので言い合わないか？ええで。行くぞ。せーの。ディオニュスス。ディオニュソス。Yep。なんで、そうやと思った？タイミングが良すぎた。事件に巻き込まれたきっかけといい、ロキに接触する際といい、全て後付けしたようなきな臭さがあった。少なくとも俺にはそう見えた。知ってたかい？例の事件の後、俺が真っ先に接触したのはディオニュソスだったんだぜ。最初から疑っとったっちゅうわけか。俺とディオニュソスは天界の同郷、オリンポスの盟友だ。ロキ、あなたよりあの男のことは分かっていたつもりではある。発作を起こして殺し合いを仕掛けてたっちゅうやつか。おっと、知っていたか。その通り、天界の頃のディオニュソスには危うさがあった。それをなしにしたって、あいつは騒動の中心に居すぎた。だから同盟などという公約を結び監視していたんだが、こちらからも質問をしていいかい？疑っておきながら、なぜディオニュソスをクノッソス攻略に帯同させたのかを。あまりにもボロを出さんかったからっちゅうのが一つ。敵の本拠地でこっちの懐におれば、どんなに慎重やろうが我慢強かろうが、アクションを起こす。そう踏んどった。あとは疑いきれんかった。嘘の匂いはうちも大概敏感やけど、
ディオニュソスからその匂いを嗅ぎ取れんかった。全ての黒幕を暴き撃たなくては私の目的は果たされない。どうか頼む、ロキ。ディオニュソスの言う言葉は本物やった。これでダマくらかしとるんやとしたら、もう逆立ちしてもかなわん。やられてもしょうがない、そうも思っとった。あなたにそうまで言わせるとはね。ならやはり俺たちのディオニュソスへの疑いは偏見に勘繰りを重ねた濡れ衣だったということかな。気ざったらしく振る舞って十分うさんくさかったあれにも落ち度はあるやろ。違いない、疑って悪かったな、ディオニュソス。罪悪感か。まさか。俺はね、ロキ、悔しいんだ。まんまと計られた。これはそういうことだろう。ディオニュソスはスケープゴート、俺たちの注意を引きつけて足並みを乱した挙句、一方の黒幕はその間に悠々と暗躍していた。どこの神かは知らないが、悔しくてしょうがない。ロキはいいのかい。俺はなんちゃってに過ぎないが、天界のトリックスターが手玉に取られた。これ以上の屈辱はないだろう。さてな。まあいいさ、ロキが俺と同じ考えだったということは分かった。ディオニュソスに関連した線で調べてみよう。捜査っちゅうことか。ああ、ここからは元凶探しだ。何焦点しとんのや自分は。ほんまに踊らされてたんか、ディオニュソス。ディオニュソスはほんまに道化やったんか。ヘルメスの言うとった通り、うちらの注意を引きつけるための。やとしても、ディオニュソスがなんで都合よくエニオの思惑通り踊っとるんや。一体なんで、いや、どうやって。ドチビラの話を聞く限り、ディオニュソスに過激なとこがあったんは確かや。昔のうちみたく、ディオニュソスらの領地天界の十二石をめぐって殺し合いに発展しかけたっちゅう例の話、当事者以外の他の神々も巻き込んで。 Maybe。 もし、ほんまにもし、その頃からディオニュソスが踊らされとったとしたら、過激な言動を繰り返させ、その段階からもうスケープゴートにされとったら、エニオが暗躍するための隠れ蓑に。ロキ。あ、ヘイ、ティム。そうだ。こんなところで何をしている。それはこっちのセリフやん。酒造りオタクで引きこもりの自分が外に出るとか何事や。
ダイダラス通りの近くに俺の酒蔵がある。ああ、確かにそんなこと言うとったな。自分近道っちゅうわけか。ああ、でもここは今立ち入り禁止やで。バレたらガネーシャがすっ飛んでくんで。だから人目がつかないように移動している。まさかこいつがエニオ。やったらもうバカバカしすぎるわ。戦う気も起きへん。誰にも言わんといてやるから早いけ。そうする。新種は？神の酒の匂いがする。ロキ、新種に覚えは？はあ？アホ抜かせ！うちは自分が作った本物のソーマなんて一滴も口にしてへんで。そもそも自分うちに分けてくれへんかったやん。違う、俺のものじゃない。俺の作ったものの香りじゃない。なんやと？俺以外の誰かが作った酒だ。それこそアホ抜かせ。自分以外の誰が下界で新種を作れるにゃ。だが確かにロキから匂いがする。直接飲んだ類のものじゃない。おそらく誰かに匂いをもらった。匂いをもらった？ロキ、知り合いに酒飲みは？いや、ディオニシス。ロキ、俺は知りたい。この下界で新種を作った俺以外の存在を。待て、せやからうちは何の覚えも。製法も酒の種類も異なる。これはワインか？まさか。そうだ、ついてこい。ここや。ディオニュソスのホーム。匂う、こっちだ。ワインセラー、いい酒蔵だ。酒造オタクの自分が認めるっちゅうことは相当なもんやな。悪いな、ディオニュソス。一本もらうで。間違いない、新種だ。ベル、俺の酒より極まっている。え、ソーマを超える？信じられへん。自分にこうまで言わせる酒は一体誰が。これなら神さえも完全に酔わせるだろう。 Yeah, and hallucinate. よう取った。ディオニュソスはよう取ったんか。Possibly yes. あいつが
この新種を日頃から飲まされとったとしたら、気づかんうちにこの新種を毎日飲み、よって操り人形にされとったとしたら、自覚がないままうちらの注意を引き、ウラノス側の勢力と敵対するように酩酊状態になっとったとしたら、できる、できてまう、この酒なら。それに知っとる、この香り、うちは知っとる。どこや、どこで嗅いだ、うちはこの香りを一体どこで。 Are we gonna find out now or am I gonna have to wait until the event? 酒場、ありえん、こんな汁物出すか、発酵場、やっちゃう、なとこ行ってへん。ほんなら酒そのものやなくて原料、ブドウ、ブドウ、ブドウ、The goddess of the harvest? What was her name again? あの時、ディオニュソスはあいつの隣でブドウ酒を飲んで、ブドウ酒にはうるさい私が認めるよ。これはうまい。デメテル？まさか、まさか、ウラノス、結果は？結論から言おう、フノッソスは異界と化した。精霊の奇跡、おそらくはそれに類するもの。元気たちが見た24階層のパントリー、リドたちが対処した30階層のものとも似ているようだが、全くの別物だ。いや、上位存在と言った方がいいか。通路を埋め尽くす緑肉が意志を持って侵入者を抹殺しようとしてくる。迷宮そのものを相手取らないといけないというのは初めてだ。おそらく複数のデミスピリットを用いた規制、術式は定かではないが、汚れた精霊の力が関わっていることに間違いはない。あれを焼いて掘り進めるとなると、多大な労力と時間がかかる。少なくとも1日や2日で精霊が潜伏している階層にはたどり着けないだろう。おそらくは最初から狙っていたのだろう。ロキファミリアがクノッソスを攻略してこなければ、悠々と都市を破壊する時を待つ。そして攻め入ってくれば、今回のようにイビリスの残党を生贄とすることで殲滅する算段だった。イビリスの残党は捨て駒だったと。利用価値のある道具といったところか。悪魔の所業だ。イビルスも我々もロキファミリアでさえ、ずっとエニオの手のひらの上で踊らされていたということか。そう言わざるを得ない。異界と化したクノッソスの調査は続けるとして、問題は未だにエニオの素性も知れないこと。我々は敵の正体どころか容疑者すら絞れていない。容疑者は
揃っている。Oh, look, they're showing Demeter. この地にいる全ての神々だ。 Wait, is the Amazon Zonis god in the city? Is she? I know she was in a town near the city, but... Really? You know? Henyo wa da ne?That's gonna be one big bang of a story, isn't it? Okay. Well. Glad to know that, you know, just like Loki and Hermes, I also thought it was Dionysus. I mean, they literally were basically leading you into believing it was him. Now again, grapes, harvest. The only one I know that would possibly be able to do that is Demeter.And she was, I think, there in that scene? So, I mean, is it possible that Demeter is actually completely 100% evil? Maybe. Who knows? I am definitely looking forward to doing the event. And oh my god, I was not expecting them to actually kill off Phil Vies. Like, seriously, Phil Vies? You kill off Phil Vies?And that leads me to, you know, I guess since, you know, it's next and we've seen the image, like, Orgion, right here. This is the event, Taking a Stand Lafia. Taking a stand. I was wondering why she was literally crying and whatnot.Now I know why. Because Phil Vies literally was killed right in front of her eyes. And again, I thought something bad was gonna happen. They were just throwing death flags left and right for either Lafia or Phil Vies. Nothing they wanted to do was gonna come to fruition. Something bad was definitely going to happen. Either way, thank you so much for watching.And I'll see you guys in the next one for the biggest finale of them all for Danmachi Memoria Freeze. And then once it's over, sadly, I'm assuming I'm gonna probably be saying goodbye to the game. I don't want to, but if they're not doing any more, like, new stories, like, there's no real point to continue. I don't really care about pulling for characters anymore.And as you can see, I've been capped on stamina. Like, how long have I been capped on stamina for? Like, I kept getting stamina over and over and over again. I'm surprised that you're able to be capped over the limit. Because I've been capped over 1,000-something stamina probably for years at this point.I've never seen it drop down, which is highly ironic. And every time I log in, you know, after a certain time period, I get 50 more stamina or 100. So yeah, I will see you guys on Orgion Saga, which is the first of the prelude to the end. I wonder, it's probably gonna have like 3 parts, right? At least. I wonder how long it is. Hold on, I'll be back real quick.Okay, so the first part is 26 parts long. So yeah. I'll see you guys in Orgion Saga to finish off Danmachi Memoria Freeze. And I'm hoping we go out with a major bang. And I'm hoping also that no one else dies. Like, come on, man. Why did you kill Phil Vies?So either way, thank you guys so much for watching, and I'll see you guys in the next one, where we'll be going out with a big bang. Or maybe depression. Probably both. So either way, until then, I will see you guys later.